侍ジャパン、決起集会の支払い、全額大谷とダルビッシュが出してたう。吉田正尚さんのインスタグラムより、合流しました。ダルさん、翔平さん、ごちそうさまでした。大谷は最年長じゃないのにどうして。大谷40億もらってるし、最年長ダルのおごりちゃうんか。野手最年長の中村さんは？ダル36、中村32、山川31、甲斐、山田、牧原30、今永、大城、源田、近藤、吉田29、大谷28。中村払えや。体育会系だから年俸関係なしに先輩が払うとか言ってたグラゼニ大嘘やんけ。こんなんダルや大谷にとっては10円レベルの会計やろ。格上が払わんとな。大谷、ここは僕が出しますよ、ダル。いや普通に年上の俺が出すべきやろ。大谷、格はこっちが上なんで笑い。くさ。これは菊谷。ダル、何も言い返せんかったわ。言うて大谷の年俸が高騰するのってこれからちゃうんか？これまでの稼ぎだったらそこまで突出してへんやろ。スポンサー収入の方が年俸より高いからな、大坂なおみと同じや。去年時点でスポンサー料とかもろもろ含めると MLB トップとかそのレベルって話や。飲み会で長野が坂本におごろうとして坂本が長野にぶち切れたって話あったよな。自分よりレベル低いやつにおごられたくないって、野球選手はプライドの塊やな。球団によるのかもしれんが巨人では年齢よりキャリアで上下関係できるからな。一方、中根と中村武は後輩の斉藤隆におごらせまくっていた。